菅野智之は、神奈川県相模原市出身のプロ野球選手、宇藤右内、読売ジャイアンツ所属、平成最後の沢村栄治賞受賞と、投手三冠王を達成。セリーグ最多記録となる最優秀防御率を4回獲得。セリーグ投手最多大記録となる最優秀選手を2回受賞。ポストシーズン史上初のノーヒットノーラン。 開幕投手13連勝の NPB 最多記録、開幕からの連勝のセリング最多体記録など達成している。2021年に NPB の歴代史上2位の年俸を獲得。2017年の WBC では AS として日本代表に貢献した。母方の祖父は元東海大相模高等学校野球部監督の原、三つ母方の叔父は 読売ジャイアンツ監督の原辰則。小学校に上がる直前の1995年10月8日に、おじの原辰則の,の引退試合を観戦したことが、きっかけで本格的に野球を始める。小学校時代は、南式の少年野球クラブ、東林ファルコンズに所属し、当時から投手を務めた。新町中学校時代は、 最速時速1 2 4キロメートルを投げ、エースとしてチームを県大会優勝に導いた。東海大相模高校への進学するも1年の時に右肩を故障し投げられない状態が続き野球をやめようとしたが、東海大相模高校野球部の OB である父からの知った激励を受け、その後右肩も回復し、2年秋から主戦として活躍。 3年夏の神奈川大会準決勝の横浜高校戦では打者として珍しい振り逃げ3ランを記録するなどし6から4で勝利したが続く決勝戦で霧光学園に8から10で敗退した最速時速 148km を記録するなどプロからも注目を集めたが3年間で甲子園出場は一度も果たせなかった高校時代の野球部の同期に 田中広介、一学年後輩に、大田康氏メセがいる。田中とは、大学でも同期であった。大学は、東海大学へ進学。3年夏の、第5回世界大学野球選手権大会では、予選リーグのキ場戦で、自己最速となる時速157キロメートルを記録。首都大学リーグでの通算成績は37勝4敗、防御率0.57。 347奪三振。大学時代の野球部の一学年先輩に、石峰正大、同期に、前述の田中博介、一学年後輩に、坂口正樹、伏見虎武がおり、保守である伏見とは2年以上バッテリーを組んでいた。ドラフト会議をめぐる、経緯2011年のドラフト会議では、叔父の原達則が監督を務める読売ジャイアンツと、 北海道日本ハムファイターズが1位指名し、抽選の結果、日本ハムが交渉権を獲得した。しかし11月21日に日本ハム入団を拒否する意向を表明し、浪人することを選択した。入団拒否の理由としては、日本ハムさんからいろいろなお話を聞いて光栄に思いました。しかし、それ以上に自分が小さい頃からの夢、 そういうものがそれ以上に強かったということですとコメントした。日本ハムも3月31日にガンノの獲得断念を発表した。その後、東海大の卒業延期制度を利用し大学に残り、大学の練習施設を使用して自主練習をしながら翌年以降のドラフト指名を待つことになった。浪人中は大学野球の規定により対外試合に出場できなかったため、 東海大野球部を練習拠点とし、投げ込みやチームメイト相手の紅白戦やシート打撃に登板して、実戦感覚から遠ざかることを防いだ。ただし、紅白戦やシート打撃での登板は、緊張感や重圧という点では、実戦とは異なるため、ブランクが懸念された。菅野自身は、大学野球だけでなく、高校野球や日本プロ野球や、 メジャーリーグなどを積極的に観戦をし、野球選手としてプラスになったと語っている。2012年の1月末から1ヶ月半のアイラ・アリゾナ州で過ごし、MLB プレイヤーをはじめ様々な競技のアスリートが集まる施設で、陳委員に大県民を紹介してもらったりアドバイスをもらったりした。2012年のドラフト会議では、巨人から単独1位指名を受けた。 ドラフト会議後にはおじであり、巨人の監督である原辰則が東海大を訪れ、背番号19とネームの入った巨人のユニフォームに袖を通した。11月21日に契約金1億円プラス出来高5000万円、年俸1500万円で仮契約を締結。23日に開催されたファン感謝デーで入団発表された。 2013年2013年3月30日の対広島東洋カープ戦で安倍晋之助とバッテリーを組み自身プロイル初登板、初先発し、1回表に菊池良介から空振り三振を奪い、プロ初脱三振を記録、7回1失点9、脱三振の高騰するモチームは引き分けに終わった。4月6日の対中日ドラゴンズ戦で8回4。 失点7奪三振でプロ入り初勝利を挙げた。4月13日の対東京ヤクルトスワローズ戦で自身初の2桁奪三振を記録し、8回1失点10奪三振で勝利投手になった。4月27日の対ヤクルト戦で6回4失点、3奪三振で敗戦投手となり、プロ入り初黒防止となった。五月四日の対広島戦で、 二回裏に、中崎翔太から、自身のプロ初アンダ、初打点を記録し、試合も六回に、3を投げに失点7奪三振で、勝利投手になった。6月15日の対福岡ソフトバンクホークス、戦で、9回1失点11奪三振で自身、プロ初完投勝利した。自身初の聖波交流戦の成績は5試合に先発し2勝1敗、39回。 1,3を投げ10失点、防御率2.06,37奪三振、1関東だった。オールスターゲームには監督推薦で初出場し、第2戦目に先発して2回1失点1、奪三振だった。8月11日の対広島戦で7回1失点、5奪三振で自身初の2桁勝利となる10勝目を挙げた。 巨人の新人で2桁勝利は2011年の沢村拓一以来となる球団史上11人目となった。9月1日の対中日戦で9回に失点後、脱三振で勝利投手になれなかったが、自身初の規定投球回に到達した。リーグ優勝がかかった9月22日の対広島戦では、8回1失点7脱三振の高等で勝利投手になり、 自身初となるチームのリーグ優勝を決めた。10月8日のシーズン最終戦の対ヤクルト戦で5回裏から、プロ入り初のリリーフ登板し4回無失点6、脱三振の高騰した。ヤクルトの小川康弘、阪神の藤波慎太郎との新人王を争い、新人王は、逃すが、シーズンを通して176回を投げ、13勝6敗、勝率、684。 防御率3.12、155奪三振、一関東の成績を上げ、チームのリーグ優勝に大きく貢献し、藤並と共に、自身初のセリーグ連盟特別表彰で、新人特別賞を受賞した。勝ち星、勝率は、チームトップ対、防御率、奪三振、投球回数は、チームトップの成績だった。自身初のポストシーズンとなった広島との、 クライマックスシリーズファイナルステージでは10月17日の第2戦に先発登板し9回11奪三振でセリーグのクライマックスシリーズでは史上初の関東、完封勝利を挙げ自身初のクライマックスシリーズ MVP を受賞した。また、これがレギュラーシーズン及びポストシーズンも含めた自身初の完封勝利だった。チームもアドバンテージを含めた4勝0敗で 日本シリーズに進出する。東北楽天ゴールデンイーグルスとの自信初の日本シリーズでは第2戦と第6戦に先発登板した。いずれも同年レギュラーシーズンからクライマックスシリーズまで無敗の田中正宏と投げ合った。チームが一勝無敗で迎えた10月27日の第2戦では6回裏に銀次に敵自我を打たれ失点し5回1。 3を投げ1失点6奪三振の内容で、チームも1対2で敗れ、敗戦投手となり、楽天に、球団シリーズ史上初勝利を献上した。チームが2勝3敗で楽天に王手をかけられた中で、迎えた11月2日の第6戦では、2回裏に、島本博の内野ゴロで先制され、ホセロペスの失策もありに失点するも味方からの援護もあり、 7回に失点3奪三振の内容でチームは4対2で勝利。自身も勝利投手となり、田中にこの年、レギュラーシーズン及びポーストシーズンを通じて唯一の黒星をつけた。契約公開で5500万円増の推定年俸7000万円でサインした。2014年3月28日の阪神との開幕戦で自身初の開幕投手を務め、 7回4失点3、脱三振ながらも、打線の援護に助けられ、シーズン初勝利を挙げた。入団2年目までの投手が、開幕戦で勝利を挙げたのは、巨人では1960年の伊藤義明以来54年ぶりである。4月22日の対横浜 DNA ベイスターズ、戦で9回1失点9脱三振で、シーズン初完投勝利を挙げた。 4月29日のタイヤクルト戦で9回4失点、6奪三振で関東勝利を挙げ、1956年の安原、辰吉以来58年ぶりとなる球団史上4人目の4月中でのリーグ全球団勝利を達成した。ドラフト制度以降では球団史上初で、またこの関東が自身初の無支給試合だった。 3.4月の成績は6試合に先発し47回に3を投げ5勝無敗、防御率1.89、34奪三振に関東で自身初の月間 MVP を受賞した。オールスターには自身初の選手間、投票1位で選ばれ、2年連続2度目の出場し、第2戦目の2番手にリリーフ当番し2回1失点だった。8月4日に、 右手中指の剣の炎症でプロ入り初めて出場選手登録を抹消し8月23日にも腰の違和感によりブルペンを回避した9月10日の大半神戦で復帰し7回1失点4奪三振で2年連続2度目の2桁勝利となる10勝目を挙げた10月2日の対ヤクルト戦で右肘い帯損傷のために回無失点1奪三振で降板し これが最終登板となった。シーズンを通して158回に3を投げ、12勝5敗、勝率706、防御率2.33、122奪三振、3関東で自身初、平成生まれ初の最優秀防御率のタイトルを獲得した。自身2度目となるチームのリーグ優勝に大きく貢献したが、怪我の影響で、 クライマックスシリーズファイナルステージの登板は叶わず、チームも CS 史上初の4連敗を喫し、アドバンテージを含めた1勝4敗で敗退した。しかし、リーグ優勝に貢献したことが評価され、自身初、平成生まれ初の最優秀選手及び、投手部門での平成生まれ初のベストナインを受賞し、安倍と共に、自身初の最優秀バッテリー賞も受賞した。 契約公開で4000万円増の推定年俸1億1000万円でサインした。2015年3月28日の横浜 DNA との開幕戦で2年連続2度目の開幕投手を務め、7回1失点5奪三振でシーズン初勝利を挙げた。また前年までバッテリーを組んでいた安倍が怪我の影響で一塁手にコンバートされたため小林誠二とバッテリーを組んだ。 5月19日の大阪神戦で9回無失点3、脱三振の内容で入団3年目にして、レギュラーシーズンでの自身プロ初完封勝利を記録した。5月26日の対埼玉西武ライオンズ、戦で9回1失点9脱三振で、関東勝利を挙げるが、5月31日に首痛のため登録抹消した。6月10日の対北海道日本ハムファイターズ戦で、 復帰し、7回3失点4奪三振の高騰するも、敗戦投手になった。オールスターには監督推薦に選ばれ3年連続3度目の出場をしたが、第1戦目の先発で3回4失点に、奪三振だった。9月22日の大半審戦で7回無失点、10奪三振で3年連続3度目の2桁勝利となる10勝目を挙げた。シーズンは、 最終的に179回を投げ、126、脱三振、6関東、2関風、防御率は、自身初の1点台の1.91を記録したが、高等しても、打線の援護に恵まれなかったことや、勝ち投手の権利を持って降板後に、リリーフ陣が追いつかれることが多く、10勝11敗、勝率、476でプロ入り後初めて負け越しとなった。チームが、 シーズン2位で迎えたクライマックスシリーズファーストステージの大半新戦では10月11日の第2戦に先発したが4回4失点後、脱三振で敗戦投手になった。チームは2勝1敗でファーストステージを勝ち上がりファイナルステージのタイヤクルト戦では10月16日の第3戦に先発し6回2失点3脱三振と高騰するも打線の援護がなく またしても敗戦投手になった。チームはヤクルトのアドバンテージを含んだ1勝4敗でファイナルステージを敗退した。10月9日、11月8日から始まる第1回 WBSC プレミア12日本代表の28名に選出され、自身プロイリアと初の日本代表に選ばれた。自身の日本代表初登板、初先発となった11月14日、 一次ラウンドの対アメリカ戦で先発し、4回2失点4、脱三振と試合を作りチームの勝利に貢献した。11月21日の対メキシコ戦の3位、決定戦では2番手でリリーフ登板し、3回1失点に脱三振の内容で勝利投手になった。個人では2登板、1勝を迎え、7回3失点、防御率3.86。 6奪三振の成績で終えた。この勝利で日本代表はプレミア12を3位で終えた。契約公開で2000万円増の推定年俸を1億3000万円でサインした。2016年圧倒をテーマに掲げ、自主トレでワンシームを習得し、シーズンに臨む。2月15日、3月に行われる侍ジャパン強化試合日本 vs チャイニーズ台北の 日本代表の26名に選出され、初戦に先発投板し3回無失点4、脱三振の高頭で勝利投手になった。3月25日のヤクルトとの開幕戦で3年連続3度目の開幕投手を務め、7回無失点4脱三振の高頭で、巨人では1993年から1996年に、 かけての斉藤正樹以来20年ぶりとなる3年連続開幕先発勝利投手となった。4月6日の大半進戦で9回無失点8、脱三振の内容でシーズン初完封勝利を挙げた。これが自身初の無失球完封勝利及びレギュラーシーズンでの東京ドームにおける初完封だった。3.4月は6試合に先発し48回を投げ三勝無敗。 防御率0.56、42脱三振、に完封の成績で、月間 MVP に選出された。中でも4月は4試合に先発し33回を投げ、1失点で、月間防御率0.00を記録。月間防御率0.00は、中井越を、村山実、石井和久に続いて、史上4人目の記録となった。月日の大阪戦で回 失点の内容でチームは引き分けに終わったが、12、脱三振で2桁脱三振をすると、5月5日の対広島戦で9回に失点10奪三振で、関東勝利し、5月13日の対ヤクルト戦で33イニングぶりに、死球を出すものの9回1失点10奪三振の内容で、高橋13、牧原博美、木佐抜き用に次ぐ、 球団史上4人目となる3試合連続2桁脱三振を達成した。7月9日の対横浜 DNA 戦で9回に失点、自己最多となる13奪三振で関東勝利した。オールスターも初めてファン投票1位に選ばれ、4年連続4度目の出場し、第1戦目の先発で2回無失点1、奪三振だった。 8月5日の対広島戦で左足親指の爪と皮膚の間にできた血豆が潰れ4回に失点3、脱三振で降板し、翌日登録を抹消した。8月16日の対中日戦で復帰し6回、無失点7脱三振で勝利投手になり4年連続4度目の規定投球回に到達した。その後もシーズンを通して、 防御率1点台後半をキープしていたが、自身の10勝目をかけた9月28日の対、中日戦で5回に失点5奪三振で、勝利投手になれず、防御率も2点台になってしまった。成績は183回1、3を投げ、5関東、1完封、防御率2.01、189奪三振で、自身2度目の最優秀防御率と、 自身初の最多脱三振のタイトルを獲得し、自身初、投手部門での平成生まれ初のゴールデングラブ賞も受賞。前年に引き続き味方の援護が少なく勝利数は急勝に止まり、入団後初めて二桁勝利に届かなかった。クリス・ジョンソンと沢村栄治賞を争ったが、勝利数が一桁だったことが評価されず、自身初の沢村賞は叶わなかった。チームは、 リーグ2で終え、横浜 DNA とのクライマックスシリーズファーストステージに進出するが、体調不良で当番回避し、チームも1勝2敗で敗退した。10月18日、11月に行われる、侍ジャパン野球オランダ代表野球メキシコ、代表強化試合の日本代表の28名に選出されたが、コンディション不良により出場登録を抹消された。 契約公開で1億円増の推定年俸2億3000万円でサインした。2017年、新たにチェンジアップを習得し、シーズンに挑む。2月3日、3月6日から始まる、第4回ワールドベースボールクラシック、日本代表の28名に選出され、野球日本代表監督の国母勇気からエースと指名された。自身 WBC 初登板。 初先発となった3月8日、1次ラウンドの対、オーストラリア戦に先発し4回1、3を投げ1失点4奪三振と試合を作り、チームは勝利。3月14日、2次ラウンドの対キューバ戦にも、先発し、ジュリスベルグラシアルに2点本塁打を打たれるなど4回、4失点6奪三振だったが、チームが逆転勝利した。 3月22日の準決勝の対アメリカ戦でも、先発し、小雨がフリーコンディションが悪い中、4番のオランアレなどを、3三振に打ち取るなど6回1失点6、脱三振と好投。しかし、後続の投手が失点し、1対2でチームは敗退。ベスト4で終えるも、アメリカ代表監督のジム・リーランドは、彼は、メジャーリーグのピッチャーに相当すると賛辞を送った。また、 アメリカ代表のアンドリュー・マカッチェンは、カンノはとても請求力に優れていた。彼は落ち着いて投げていて、多くのヒットを打つことは難しかったよと称賛のコメントをし、同じくアメリカ代表のクリスチャン・イエリッチもこの日登板した。カンノとセンガ・ヒロシダイに対して、チーム内で話題になるくらいすごかった。今すぐでもメジャーでいけると称賛した。WBC での個人成績は3先発。 低勝無敗、14回1、3を投げ、6失点、防御率3.14、16脱三振で、脱三振数は千賀と共に大会最多タイだった。シーズンではこれまで3年連続で開幕投手を務めていたが、WBC 出場での疲労が考慮され、3月31日の対中日戦の開幕投手はマイルズ・マイコラスが、務めた。 4月4日の対横浜 DNA 戦で7回1失点7月三振でシーズン初勝利を挙げた4月18日の対ヤクルト戦でシーズン初完封勝利を挙げると4月25日の対広島戦でも完封勝利しさらに5月2日の対横浜 DNA 戦でも完封勝利し自身初の3試合連続完封勝利を達成セリーグでは1989年に 斉藤正樹が達成して、以来、28年ぶりの記録であった。5月23日の大半新戦では7回、無失点6奪三振で、勝利投手になり自身通算50勝目に到達した。5月の成績は5試合に先発し37回を、投げ3勝2敗、防御率2.68、31奪三振、1完封で、月間 MVP を受賞した。 オールスターも2年連続でファン投票1位に選ばれ、5年連続5度目の出場を、果たし、第2戦目の先発で2回無失点3、脱三振だった。7月22日の対横浜 DNA 戦で8回、無失点10脱三振で2年ぶり4度目の2桁勝利となる10勝目を挙げた。7月は4試合に先発し29回を投げ4勝、無敗、防御率0.31。 30奪三振で月間 MVP を受賞した。9月8日のタイヤクルト戦で9回1失点8奪三振の関東勝利を挙げ、自身初のシーズン15勝に到達した。9.10月も5試合に先発し38回を投げ4勝無敗、防御率0.47、26奪三振、2関東、1関風の成績で月間 MVP を受賞した。 チームは4位で、ポストシーズン進出を逃すが、個人成績では187回1、3を投げ、防御率は、自身2度目の1点台となる1.59、17勝5敗、勝率、773、171奪三振、6関東、4完封を記録。17勝以上で、防御率1.60未満は、セリーグでは、村山実以来51年ぶりとなった。 自身初の最多勝利と自身3度目の最優秀防御率を獲得し自身2度目となるベストナインとゴールデングラブ賞も受賞小林と共に自身2度目の最優秀バッテリー賞も受賞した同年はパリーグで最多勝利と最優秀防御率を獲得しベストナインとゴールデングラブ賞を受賞した菊池武生と沢村栄二賞を争ったが防御率と勝利数が セパ共通の最高記録を満たしていたと評価され、自身初、平成生まれ初の沢村英二情に選出された。巨人の当主の沢村賞受賞は、球団史上14人目、2002年の上原浩二以来15年ぶりのことだった。シーズンオフのインタビューにて、将来的な MLB 挑戦の可能性について、僕はまだ彼ほどの絶対的な力は持っていない。 しっかり絶対的な実力をつけて文句なしでいけるようにと将来的な可能性を述べた契約公開で2億2000万円増の推定年俸4億5000万円でサインした2018年から選手会長となり春季キャンプでは新たにシンカーを習得しシーズンに挑む3月30日の阪神との開幕戦で2年ぶり4度目の開幕投手を務めたが 請求に苦しみ7回5失点6奪三振で敗戦投手となった。2度目の当番だった4月6日の対ヤクルト戦でも6回5失点5奪三振で自身初の開幕に連敗を喫する。この結果を受け、新旧進化を封印して臨んだ4月13日の対広島戦では8回1失点10奪三振の高頭でシーズン初勝利を挙げ、 自身の連敗とチームの6連敗をストップさせた。4月20日の対阪神戦で9回に失点6、脱三振で勝利投手になり、シーズン初完投となった。5月11日の対中日戦では、自身2度目となる、自己最多タイの13奪三振で、シーズン初完封勝利を挙げた。5月18日の対横浜 DNA 戦では、筒毛義友に、 本塁打を打たれ、連続イニング無失点が29回に、3でストップしたが6回3失点7奪三振と、高騰し、勝利投手になった。打撃面では5回裏に、石田県大から、プロ入り320打席目にして、自身初の本塁打を打った。6月15日の対千葉ロッテマリームズ戦で、完封勝利を挙げ、所属している巨人以外の全11球団勝利を達成した。 オールスターには、選手間、投票1位に選ばれ、6年連続6度目の出場し、第2戦目の先発で2回無失点に脱三振だった。7月28日の対中日戦で、1回表に、ダイアン・ビシエド・オニヒで、アウトにし、プロ通算戦投球回に到達するも8回4、失点9脱三振で、敗戦投手になった。八月十八日の対中日戦で、 完封勝利し2年連続5度目の2桁勝利となる10勝目を挙げ、6年連続6度目の規定投球回にも到達した。シーズン終盤の9月22日の対ヤクルト戦で完封勝利すると、9月28日の対横浜 DNA 戦でも完封勝利し、10月4日の対広島戦でも完封勝利するなど、自身2度目となる3試合連続完封勝利を達成とともに、 自身2年連続2度目となるシーズン15勝に到達した。CS 進出がかかったシーズン最終戦の10月9日の大半新戦でリードした展開で9回裏にプロ入り初のクローザーとして登板し1回を無安打無失点で抑え試合に勝利しチームは3位で CS に進出した9.10月は7試合で49回を投げ4勝1敗。 防御率1.10、44奪三振、3冠風の成績で月間 MVP を受賞した。同年は202回を投げ、15勝8敗、勝率、652、防御率2.14、200奪三振、10冠と、8冠風だった。自身2度目の最多勝利、自身4度目の最優秀防御率、自身2度目の最多奪三振を獲得し、 記録面では、地震初、平成生まれ初、平成最後となる、当主三冠王を達成した。当主三冠王は2010年の前田健太以来8年ぶりとなった。また、同シーズンでの200投球回と200奪三振の到達は、巨人では1981年の江川優以来37年ぶり、3年連続、最優秀防御率は1958年の稲尾。 和久以来60年ぶり史上2人目の最長大記録、シーズン8度の完封勝利は1978年の鈴木敬司以来40年ぶりの快挙となった。10月14日のクライマックスシリーズファーストステージ第2戦の対、東京ヤクルト戦に先発登板し、自身初、クライマックスシリーズ及び日本シリーズも含めた、ポストシーズン史上初のノーヒットノーランを達成。 チームのファイナルステージ進出を決めた。この試合で出塁を許したのは山田哲人への支給一つのみだった。チームは2勝0敗でファーストステージを勝ち上がるが続くファイナルステージでは広島のアドバンテージを含めた0勝4敗で敗退し自身の登板はなかった。前年に引き続き自身3度目となるベストナインとゴールデングラブ賞も受賞。 さらに2008年の藤川球児以来10年ぶりとなる自身初の最優秀バッテリー賞特別賞も受賞した。また、この年ともに最多勝利を獲得し、最高勝率も獲得した大瀬良大地と沢村栄二賞を争ったが、選考基準7項目すべてをクリアしたことが評価され、1996年の 斉藤正樹以来22年ぶり史上5人目となる2年連続の沢村栄二賞及び平成最後の沢村賞を受賞した。10月10日、11月に行われる日米野球の日本代表の29名に選ばれたが、返答戦の手術のため辞退した。契約公開で2億円増の推定年俸6億5000万円となり、2004年の佐々木和弘以来15年ぶりに、 日本プロ野球の日本人選手歴代トップタイの年俸となった。翌年から背番号をルーキー時代からつけていた19からエースナンバーである18に変更することが発表された。2019年給与を上げるために脱力投法を取り入れシーズンに挑む。3月29日、広島との開幕戦で2年連続5度目の開幕投手を務め7回1点3。 脱三振だったが援護がなく敗戦投手となった。4月5日の対横浜 DNA 戦では9回に失点8脱三振でシーズン初完投及び、シーズン初勝利を挙げた。自身の平成最後の登板となった4月25日のタイヤクルト戦に先発したが、青木のリッチか山田哲とウラディメール・バレンティンに、 平成最後かつ自身初の三者連続本塁打を打たれるなど、3回1、3を投げ7失点に脱三振で敗戦投手になった。令和初の試合となった5月1日の対、中日戦では1回表に渡辺勝るから見逃し三振を奪い、令和初脱三振を記録すると、7回表に平田良介から空振り三振を奪い、自身プロ通算1脱三振を記録。 坂本隼人が令和初の本塁打を打つなど、打線の援護もあり、9回1失点10奪三振で、関東勝利を挙げ、新元号、令和第1号の勝利投手になった。5月8日の対横浜 DNA 戦で、6回後、失点4奪三振の内容ながら、打線の援護があり、勝利投手になった。また、自身が5失点以上してでの勝ち星は、プロ入り後初めてのことだった。 5月15日の大半新戦、初回に、伊藤義雄に2点本塁打、5回表に、福留康介に、ソロ本塁打、6回表には、広末なりに、ソロ本塁打と、大山祐介に2点本塁打を打たれ、自己ワーストの1試合で4被弾し、5回に3を投げ、失点も、自己ワーストとなる10失点、4奪三振で、敗戦投手になり、5月21日に、 腰の違和感で登録を抹消された。聖波交流戦の6月9日の対ロッテ戦で復帰し、6回に失点7奪三振の高騰で勝利投手になった。6月23日の対福岡ソフトバンク戦では、初回に福田周平に先頭打者本塁打を打たれるなどし、1回0、3を投げ、4失点1奪三振の内容で敗戦投手になった。また、 1>, 1回0、3での交番は先発としては自身、プロ最大交番となった。7月2日の対中日戦で、9回無失点6、脱三振の内容でシーズン初完封勝利をした。オールスターには監督推薦で選ばれて7年連続7度目の出場し、第2戦目に先発、2回を無失点で抑え、打線の援護もあり、オールスターでの自身初の勝利投手になった。 8月21日の対中日戦で7回1、失点5奪三振で3年連続6度目の2桁勝利となる10勝目を挙げた。しかし、9月4日の対中日戦で腰痛が再発し、2回4失点2奪三振で敗戦投手になり、翌日に登録抹消された。9月15日の対阪神戦で再度復帰するも、腰痛が再発し4回4失点4奪三振で、 後半翌日登録抹消となった。この試合が、レギュラーシーズン最後の登板となり、最終的に11勝6敗、勝率、647、3関東、1関封防御率3.89、120奪三振の成績で、自身3度目となるチームのリーグ優勝に貢献するも、入団から6年連続で満たしていた、規定投球は回は三十六回一三と、 あと6回にサン足りず逃した。クライマックスシリーズファイナルステージの大半進戦では、腰痛の影響で登板を回避した。チームはアドバンテージを含んだ4勝1敗で、福岡ソフトバンクとの日本シリーズに進出した。チームが0勝3敗で大手をかけられた中で迎えた10月23日の第4戦に先発したが、4回表に樹立ベル。 グラシアルに3点本塁打を打たれ、7回表には岡本和馬と山本康弘の2失策が絡んで失点し、6回1、3を投げ4失点8奪三振で降板。チームも3対4で試合に敗れ、自身も敗戦投手になり、チームは0勝4敗で日本一を逃した。国内 FA 権を取得したが巨人に残留を表明した。10月2日、 11月2日から始まる第2回 WBSC プレミア12は腰痛の影響を考慮され日本代表の28名から外れた。契約公開は前年と同じく推定年俸6億5000万円で現状維持となった。2020年から投球フォームを変更しシーズンに挑む。オープン戦では17回を投げ3失点、防御率1.59。 10奪三振と安定したピッチングを続けていたが、新型コロナウイルスの影響で、シーズンの開幕が6月に延期された。6月19日の阪神との開幕戦で3年連続自身6度目の開幕投手を務め、7回に失点8奪三振の内容でシーズン初勝利を挙げた。これが、自身の開幕戦、通算4勝目となり、別所竹彦。 斉藤正樹と並ぶ、球団史上最多大記録となった。またこの勝利が、球団通算6戦勝の記録になった。開幕戦では、小林とバッテリーを組んでいたが、小林が怪我で抹消されたため、自身の二等番目からは、大城拓蔵とバッテリーを組んだ。7月3日の対中日戦で9回無失点11、脱三振の内容でシーズン初完封勝利した。 7月14日の対広島戦で5回無失点を脱三振の内容で勝利投手になり6回を投げずに勝ち星を手にしたのは自身プロイリアと初となった6.7月は6試合に先発し42回に3を投げ5勝を無敗防御率1.69、46脱三振に完封の成績で月間 MVP を受賞。中でも7月の成績が4戦4勝。 30回を投げて2失点、防御率0.30、34奪三振で2リーグ制後に月間防御率0.30以下を2度記録したのは、金田正一、村山実、田中正宏に次いで史上4人目の記録となった。また、自身7度目となった受賞は、松井秀樹に並ぶ、球団史上最多大記録となった。大城と共に、 自身初の月間最優秀バッテリー賞も受賞した。8月は4試合に先発し30回を投げ4勝、無敗、防御率1.50、21奪三振、1冠風の成績で2ヶ月連続での月間 MVP を受賞。セリーグ投手での2ヶ月連続受賞は2013年の、ノーミヤツシ以来7年ぶり8人目、また8度目の受賞は、 球団史上最多記録となり、山本正、川上健心と並ぶ、セリーグ投手最多大記録となった。9月8日の対中日戦で7回無失点6奪三振で4年連続7度目の2桁勝利となる10勝目を挙げた。また自身初のシーズン10連勝での到達となった。9月15日の大阪半戦で6回3失点後奪三振で勝利投手となり、 セリーグでは1982年の北ベップ、学ぶ以来38年ぶり、巨人では1938年の1リーグ時代のビクトルスタルヒン以来82年ぶりとなる開幕投手11連勝を達成し、セリーグ最多大記録となった。開幕からのシーズン連勝記録もセリーグ史上2位、大記録となった。また、この勝利でチームの優勝マジックが点灯した。 9月29日の対広島戦で6回1失点、9奪三振の内容で勝利投手になり、2004年の岩熊久し以来16年ぶりとなる開幕投手12連勝を達成。これが岩熊と並ぶ日本プロ野球最多対記録となった。10月6日の対横浜 DNA 戦で7回3、失点4奪三振で勝利投手になり日本プロ野球新記録の 開幕投手13連勝を達成。開幕からの連勝記録も1966年の堀内つね以来54年ぶりとなるセリーグ最多大記録となった。また、この勝利が自身通算100勝目となり、平成生まれ初の到達者となった。10月13日の対広島戦で6回4失点、5奪三振でシーズン初の敗戦投手になり、連勝記録が止まってしまったが、 2年ぶり7度目の規定投球回に到達した。10月31日の対ヤクルト戦で5回1、失点5奪三振で勝利投手となりチームの連敗を止め、翌日にコンディション調整のため登録抹消された。自身の15勝目をかけたシーズン最終戦の11月14日の対横浜 DNA 戦で復帰。 5回無失点の高騰で勝ち投手の権利を得て降板したが、9回に田口麗斗が満塁から神里和樹に敵地打を打たれ逆転さよなら負けを喫し、自身3度目の15勝とはならなかった。成績は137回1、三を投げ、14勝2敗、勝率、875、防御率1.97、131奪三振、3関東、3関プで、 自身3度目の防御率1点台を記録。規定到達での3度の防御率1点台は2013年の田中正宏以来7年ぶり史上を20人目となった。また、自身3度目の最多勝利と、自身初の最高勝率のタイトルも獲得し、自身4度目のチームのリーグ優勝に大きく貢献した。 最高勝率を獲得したことにより通算で先発投手の主要タイトルを全て獲得した。通算での獲得タイトル数も10個となり、10個以上の先発投手の主要タイトル獲得は2000年の工藤、弓康以来20年ぶり史上8人目の記録となった。最優秀防御率と最多奪三振を獲得した王の雄大と沢村栄治賞争いをしたが、防御率、 関東数、東急界で12球団トップの成績を残した、大野が沢村賞を受賞し、自身3度目の沢村賞は叶わなかった。特例により、全試合に指名打者制度が導入された、福岡ソフトバンクとの日本シリーズでは、11月21日の第一戦に先発したが、2回表と6回表に、栗原良也から2点本塁打と2点敵時2塁打を打たれるなど、 6回4失点4脱三振で敗戦投手となった。3連敗して迎えた第4戦目は自らの志願でブルペン入りしたが、リリーフ当番の機会は訪れず、チームも4連敗し、0勝4敗で日本一を逃した。開幕投手13連勝のプロ野球新記録が評価され、自身2度目のセリーグ連盟特別表彰でリーグ特別賞を受賞。また、 自身4度目のベストナインとゴールデングラブ賞も受賞し、自身2度目、セリーグ投手最多大記録となる最優秀選手も受賞した。セリーグ投手で最優秀選手を複数回受賞するのは1959年の藤田元次以来61年ぶりとなった。12月4日、MLB に挑戦するためにポスティングシステムを申請し、球団から容認された。交渉期限は、 日本時間の2021年1月8日までとなった。球団副代表の大塚敦博士は申請しても残留の選択肢もありますとコメントし、申請後も残留を認める考えを明かした。巨人では2019年にトロントブルージェイズに移籍した山口俊以来となる球団史上二人目のポスティング申請となり、巨人の生え抜きの選手は初となった。 代理人はこのオフに同じくポスティングを申請して、日本ハムからテキサスレンジャーズへの移籍が決まった、有原公平と同じワッサーマンメディアグループのジョエル・ウルフが担当することになった。12月28日、ブルージェイズ、サンディエゴ・パドレス、サンフランシスコ・ジャイアンツ、ニューヨーク・メッツ、ボストン・レッドソックス、レンジャーズの6球団と交渉を開始していることが報じられ、 2021年1月1日、MLB 球団との交渉のために渡米した。同月4日、MLB が新型コロナウイルスの影響で、開幕や試合数が不透明のため、残留も視野に入れていると明かされ、パドレスとレッドソックス、レンジャーズが撤退し、移籍候補がブルージェイズ、ジャイアンツ、メッツの3球団に絞られたと報じられた。同月4日にメッツが撤退。 6日に、ジャイアンツの撤退が報じられ、ブルージェイズへ移籍か巨人へ残留に絞られたと、報じられた。同月8日、ブルージェイズとのポスティング成立に至らず、巨人に残留することを発表。NPB から MLB へのポスティング不成立は、先月に同じくポスティング不成立となり、日本ハムに残留した西川春樹以来9人目10度目となった。六球団からオファーがあったものの、 コロナウイルスの影響で MLB 球団の財政が圧迫され MLB の FA 市場が全体的に停滞しカン野の希望額に届かなかったことがウルフから明かされた。決断前にはダルビッシュ優や前田健太から電話で助言をもらいウルフの紹介でノーランアレなどと直接会ってアドバイスを受けたアメリカの感染状況や 政権交代の混乱などの環境も踏まえて熟考し、巨人残留を決断した。巨人との契約公開で1億5000万円増の推定年俸8億円の単年契約でサインし、2003年のロベルト・ペタ・ジーニの推定年俸7億2000万円を18年ぶりに更新し、日本プロ野球歴代史上最高年俸となった。また、 海外 FA 権を取得後の2021年オフにもう一度 MLB にチャレンジしたいことも語った。その後、田中正宏がニューヨークヤンキースから古巣の楽天へ年俸9億円で移籍し、日本プロ野球歴代史上最高年俸を更新したため、関野は歴代史上2位の年俸となった。2021年、新型コロナウイルスの感染リスクを減らすために、 巨人の春季キャンプは、東京ドーム、日向サンマリンスタジアム宮崎、日向ひむかスタジアム、読売ジャイアンツ球場の4カ所に分かれて行うことになり、菅野は東京ドームのキャンプ組に入った。また東京ドームでのキャンプは、球団史上初となった。シーズンのテーマは、縦の変化球を上げ、春季キャンプでワカーブを強化し、シーズンに挑む。 3月26日の横浜 DNA との開幕戦で4年連続自身7度目の開幕投手を務め、6回3失点4奪三振の内容だったが、勝利投手になれなかった。また、開幕投手7回は、上原浩二に並ぶ、球団歴代最多大記録となった。3月30日、足の違和感で、登録抹消された。4月9日、対広島戦で復帰し、 7回2失点7、脱三振だったが、打線の援護がなく、敗戦投手になった。4月16日の対横浜 DNA 戦で9回、無失点4脱三振の内容でシーズン初勝利、およびシーズン初完封を挙げた。これで、セリーグ本拠地6球場すべてで、完封勝利を記録した。五月七日の対ヤクルト戦で四回無失点三脱三振で降板し、翌日に、 右肘違和感で登録抹消された。6月6日の対日本ハム戦で復帰し、5回に失点6奪三振の内容だったが、敗戦投手になった。6月13日の対ロッテ戦で2回に3を投げ4失点1奪三振で降板し、敗戦投手になり、6月16日にコンディション調整のため登録抹消された。同日、 7月28日から始まる2021年、東京オリンピック野球日本代表の24名に選出された。また、野球日本代表監督の稲葉敦敷から田中、正宏と共に、投手リーダーに指名された。7月1日の対広島戦で復帰するも2回1、3を投げ4失点1奪三振で降板、翌日にコンディション調整のため、登録抹消された。 7月3日、コンディション不良を理由に2021年、東京オリンピック野球日本代表を辞退した。8月26日の対広島戦で復帰するも6回、5失点6奪三振で敗戦投手になった。2014年スリークォーターから繰り出す、平均時速 148.9km、最速時速 157km のストレート、 平均時速 148.2km のシュート、2シーム、1シーム、平均時速 134.9km の空振りが取れる、数種類のスライダー、平均時速 126.9km のカーブ、平均時速 139.2km のカットボール、平均時速 141.1km のフォークや、まっすらなど多彩な球種を持ち玉とする。 2016年11月の日本代表の強化試合で武田翔太からチェンジアップを習得2017年オフの自主トレでシンカーも習得しているが試合ではほとんど使用していない球種に関しては覚えようと思って覚えられなかった球種はないと述べシュートは雑誌で和久井秀明の握りを見てすぐに使えるようになったという主にストレート シュート、スライダーの3球種で全投球の約8割を占め、中でもスライダーが高く評価されている。2015年のオールスターで前田健太からスライダーを襲わり、本塁から7メートル前後で突然曲がり出す、スライダーを投げられるようになった。ンノのスライダーは投げてから途中までストレートと同じ軌道で進み、ストレートの軌道とスライダーの軌道の差が、ボールが曲がり出す。 位置の差を直径としたピッチトンネルと呼ばれる穴が狭いため、打者は球種の見分けが難しくなり、バットに当てられる確率は低くなっている。また、バッテリーコーチの相川良治は、ンノのスライダーを岩瀬ひとのりのスライダーとイメージが重なると評している。2015年オフにワンシームを習得している。また、指力を鍛えたことで、スピンが増し、ストレートの質が上がった。 2017年 WBC の準決勝、アメリカ戦、この試合のストレートの平均回転数は 2513rpm、またカーブも平均 2859rpm を計測し、メジャーの平均値より上だった。2018年オフから9位を上げるために、状態の力を抜き、体を無知のようにしならせ、パワーをよりボールに伝える、脱力投法を取り入れている。 2019年オフから千賀広大や上野幸子と共に大鳥港スポーツアカデミーが主催する合宿に参加し自身の腕体の骨格に合わせた新投球フォームを取り入れた。投球フォームを変えたことにより腰の負担の軽減と共にストレート、スライダー、フォークの平均球速が上がった。また前年に腰痛で苦しんだためスポーツトレーナーの高江俊春から 投球フォームを変えることを提案され悩んでいるときに、上野から、今年は本当に変える時だと思うよ。変えていかなきゃダメ。やってみないと。ダメなら元に戻せばいいんだから、とアドバイスをもらっている。2020年オフから、プレートの一塁側から投げるようにし、ツーシームの角度が寄り付くようになった。また、桑田真澄からカーブのコツを教わり、鋭さが増すようになった。 野球を始めた頃は、内野手をしていたが祖父である、原三に、膝の関節と股関節が硬いから内野手には向かない、ことと、手足が長くて体型は当初向きと言われ、投手に転向した。巨人に入団した当初から請球力を高く評価、されており、自らも、試合でボールがコントロールできずに困ったことは、ほとんどないと豪語する。 一例として2016年シーズンを挙げると、請求力を示す、よし支給率や K、BB が、いずれもセリング1位を記録している。浪人中の2012年には、MLB のテレビ中継に没頭し、クレック・マダックスの27球で27個のアウトを取るという考えが、理想になったという。また、ロイ・ハラデーの投球を見て、ピッチングはやっぱり、 コントロールと再認識したといい、浪人中はボール1個分の出し入れができる請求力を目指して練習してきたという。巨人の公式インスタライブでコントロールを良くする方法を聞かれると、僕は昔から壁当てをしてた。壁が小さくて、そこに当てないと奥の森に取りに行かないといけなかった。自然と当てようとしたら、そういうフォームになったと語っている。腕の使い方は、 球のでどころを見えにくくするためにテイクバックを小さくして前を大きくするのを基本とし肘から先の使い方を特に大切にしているプロ入り1年目の2013年のストレートの平均球速は時速 144km でデビュー当初はグラウンドボールピッチャーだったが2016年以降はパワーピッチャーに移行している2013年には原達則から 小技に頼らず、もう少し、力投派、速球派という部分で、マウンドに上がるべきと課題を指摘され、投球スタイルを変える前に、ノーミアツしから、なんであんなにストレートが良いのに、変化球ばっかり投げてるのと言われ、ストレート主体にした方が良いとアドバイスをもらっている。思い通りに球速を操る感覚も優れており、自身が投じるボールの球筋を見て、まず球速を、 138キロと予想し、実際に138キロでピタリと球速を言い当て、続いて投じたボールの予想は137.5キロで小数点以下までピタリと言い当てた。さらに投げる前に球速140.3キロを宣言して、ボールを投げると球速140.3キロを計測するなど、驚異的な感覚を発揮している。また球速について、 アマ時代は160キロ投げたいと思っていたが、プロ入り後は良いボールを投げる、寸評会じゃないので、抑えたピッチャーが偉いと思うし、どんなに良いボールを投げても打たれたら元も子もない。野球ってそういう競技。野球でお金をもらうということは、自己満足だけじゃどうにもならないという考えになった。俊敏な牽制やフィールディングの技術も備えており、ゴールデングラブ賞も4回受賞している。 打撃にもこだわっており、持論は、投手は投げるだけじゃないで、2016年は投手で、ありながら打率、222を記録している。2017年12月には、本塁打を打って、1から0で完封したいですね。それは、もう、僕の夢ですねと述べている。グラブとスパイクは、水の射精を使っており、グラブの皮は薄めで柔らかく、投球の時に握りやすいものをチョイスし、 フィールディングの時にボールが出ないように、あとは肩崩れもしにくいという理由で絶対に縦閉じである。スパイクは負担や疲労の軽減、衝撃緩和のためにミッドソールと呼ばれるクッション性の高い素材がかかとからつま先まで入っており、硬いマウンドが多いため、それに耐えられるだけのものを選んでいる。また、スパイクの刃も多く、一般的に 当主は足の前方部分に3本、後方部分に3本の歯を配置する人が多いが、ノノは土を掴みやすく、硬いマウンドに刺さって安定性が出る。IQ ソールと呼ばれるものが使用されており、つま先部分に1本、その下に3本、足の中心部分に2本、かかと部分に2本と、計8本の刃がついている。さらに歯の長さは、 体重移動の時に引っかからないように左足の中心部分にある3本の刃のうち内側にある2本を半分ほど削っている。これにより緩やかな傾斜になっているマウンド上で投球において重要な体重移動の際に引っかからずしっかりとパワーを伝えられるようになっている。配球に対してはよく配球と言いますが配球って正解があるようでないというか僕としては 保守のリードで抑えることはあっても、リードで打たれることってあまりないのかなと。投手がしっかり投げれば抑えられる。打たれたら投手の責任です。保守の吸収のサインに首を振る権利もあるわけですから、という考えである。漫画家の寺島雄二と対談し、理想のエースについて質問された際は、周りが求めていることに、その都度答えていく。その日その日で、今日は行けるところまで行ってみる。 それで、チームメイトが、お前がマウンドを降りるときは、チームが負けるときだと言ってもらえるような投手と、答えている。野村克也からは、自分を分かっていて、頭を使える投手と評されている。特に2018年のクライマックスシリーズでの、ノーヒットノーラン達成時の投球を見た際は、ピッチングと会話ができる投手。これ以上に楽しい投手いないよ。俺も引退したけど、 受けてみたくなる投手、と惨事を送った。このローヒットノーランに関して、菅野自身は、巨人の公式、インスタライブに、隅谷銀人堂と出演した際に、インパクトは強いかもしれないけど、達成感はあまりなくて、そのくらい調子が悪かった。丁寧に投げようとは思っていたけど、最後まで球は切れていなかったと告白。このシーズンは、当板間隔が短いことが多く、 疲労困憊の状態だったという。次の登板も見越して、投資コーチの斉藤正樹に、しんどいと打ち明けたが、ヒット一本も打たれてねえぞという返しだったため、保守の小林誠二に、ヒット打たれないと変えてもらえないから早めに打たれようぜと、告げたエピソードを披露し、住谷も珍しいパターンのノーヒットのオーラン屋根と驚いていた。東海大監督の横井神輝きは、 指先の感覚が今まで見てきたどの投手よりも優れていると評している。伊勢高は、菅野のピッチングの特徴に関して、嫉妬が極めて少ない、集中力の持続が他の投手と大きく違っている、外角低めへのコントロールがズバ抜けているなどを挙げている。元巨人のチームメイトのマイルズ・マイコラスからは、マウンド上での存在感もあるし、何より、 投球術に優れている。三振を取りたいところで取れるし、閉札に仕留めたいところではボンダを打たせる。僕も彼のスタイルに学んだところはたくさんあるんだ。日本では押しも押されもしないエースだよと、投球術を評価されている。叔父の原辰則は関野が2年連続で沢村栄治賞を受賞した際、友はね、投手として、プレイヤーとしては僕の現役時代を猛特区に、 乗り越えた選手になっていますよと語っている。原三つの孫、原辰則の甥いという立場については嫌なことの方が多かったと言い、そこは自分の中のモチベーションでもある。菅野智之として認められることをずっと目標にしていますと語っている。高校3年時には周囲からプロ入りも進められていたが、原監督の老いだからプロに行けたと思われるのが嫌だったんです。 大学で文句なしの実力をつけて、プロに行きたいとして、進学を選んだという。おじのもとでプレーすることについては、2011年のドラフト会議後に、小さい頃には一緒にできたらいいなというくらいしか思ってなかったのが、大学に行ってある程度実績を残せるようになって、それが夢ではなく、現実となるように自分の中で思い描いていたのはある、と語った。 子供の頃の憧れの選手には、上原浩二を挙げ、テレビで見ていて本当にすごいと思ったし、僕もあんな投手になりたいと思っていましたよと答えている。巨人のチームメイトで、キャプテンの坂本隼人のことを、投手、野手で違うし、比較はできないですけど、なんとかこの人に認めてもらえるように頑張ろう、と思ってやってきました。年が近いこともありますし、どうすれば、 チームが強くなるのか何度も一緒に話をして、僕にとって唯一、思いを共感してもらえる存在です、と尊敬している。坂本から、お前三年やって本物だからな。三年やるまで俺は認めねえぞ。俺の年俸を抜いたら認めてやるわと言われ、菅野が実績を残し、坂本の年俸を抜いた時に半分冗談、半分本気で、隼人さん、僕、 ハヤトさんの年俸抜いたんだけど認めてくれたと聞くと坂本から、もう特区の昔に認めてるわと言われ、あの言葉は鮮明に覚えていますし、嬉しかったですねと語っている。プロ入り後は、毎年ハワイで自主トレを行っており、西勇気などと共にトレーニングをしている。同い年の小林聖二とバッテリーを組むことが多く、小林と組む時はメディアで、菅小場の愛称で呼ばれている。 趣味はゴルフで、大学4年時にはベストスコア100を記録した。ゲームもよくやっており、白とドラゴンの公式動画にゲストで出演している。他にもプロ野球スピリッツや実況パワフルプロ野球の公式動画にも小林誠二と共に出演している。クレイジージャーニーのファンで、キャリーバッグにはクレイジージャーニーのステッカーを貼っている。 千日開放業を達成した塩沼良順も尊敬している。千日開放業について、いやもう想像を絶するというか、自分たちも高校野球の練習とか、死ぬほどきつかったりとかありましたけど、これはできないなと思いましたとコメントしている。自身がプロ通算100勝を達成し巨人の後輩たちからお祝いされた際、塩沼から動画でお祝いメッセージとともに、 死を沼がしたためた書をプレゼントされている。毎年母の日に母、祖母、親戚のおばなどを世話になっている人にカーネーションを送っている。社会福祉活動として2014年から毎年クリスマスの時期に他の巨人の選手たちと共に神奈川県伊勢原市にある東海大学医学部附属病院に行き、病室を回って入院中の子供たちにサインや写真、 ジャイアンツグッズの入ったクリスマスプレゼントを渡すなどの活動をしている。2015年から会場券への支援も毎年続けている。2020年4月24日に新型コロナウイルスの対応に当たっている医療従事者支援のために原辰則、安倍晋之助、坂本隼人、マルカコーラと共に各1000万円ずつ計5000万円を東京都に寄付した。 5月6日に緊急事態宣言で、小中学生への練習自粛や大会中止を受け、中学生以下の子供対象に、巨人の公式ツイッター上で、モノマネコンテストを開催し、巨人選手のモノマネ動画を募集。菅の自ら審査委員長となり、選定100人に、選手直筆サイン入りグッズをプレゼントする企画を立ち上げている。8月18日には、 新型コロナ対策担当大臣の西村康俊の公式ツイッターで感染拡大防止のメッセージ動画に丸加カ岡本和馬、田口玲斗と,と共に出演した。9月1日から2021年3月31日までの任期でサッカー選手のアンドレス・イニエスタ、お笑いタレントの西川清と共に日本政府のコロナ対策サポーターに就任した。 2021年6月8日、医療現場支援のために寄付したことから、東京都の推薦を受け、根獣法賞を受賞した。日本代表、ありがとうございます。